進路予想を公開しているんですが、まあ、この時点でですね、ダブル台風らしきと圧線が現れているのがお分かりいただけるでしょうか。ただこれね、日本列島から結構遠く離れているので、日本への直接的な影響はないと思われます。ただこの台このキャラクターがなかなかいい味出してるんですよね。台風速報。台風速報の時間がやってまいりました。まずは、ウィンディの GFS モードの再生をしていきます。現在時刻はですね、8月14日土曜日の午後2時59分31秒になったところであります。で、まあ、GFS モードはね、一本前の動画でもお伝えした通りですね、台風12号オーマイスが発生してくると、卵なる熱帯低気圧から台風に発達してですね、台湾の方角へ向かうこの進路予想図を示していたんですが、今日見たらですね、新たに台風13号コンソンなる等圧線も現れてくることが分かったので、詳しくリポートをしてまいります。8月16日月曜日に入りました。実はですね、米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンター、合同台風警報センターの方でもですね、台風12号オーマイスの発生に関する最新情報が公開されているんですけれども、まあ、大体このウィンディのグローバルフォーキャストシステムの気象モデルをベースとする GFS モードと同じような結果になってます。8月17日火曜日に入りましたね。午前3時の時点で早くもですね、このフィリピンの東の海上に非常に小さな等圧線、中心気圧1000ヘクトパスカル前後の小さな等圧線が現れては消えといったような展開を見せています。これがですね、後に台風12号オーマイスの卵に発達してきます。もうこの時点ですね、8月18日午前3時この時点で、すでに台風12号オーマイスの卵なるですね、熱帯低気圧に発生している可能性が極めて高いです。最大風速がね、まだ17メートルまで達していないので、まだ台風には発達していないのかなというような、この進路予想図になります。ウィンディの GFS モードですね、8月18日から8月19日木曜日に入ったところ、午前3時の時点ですね、最大風速周辺のですね、だいたい16メートルからもう17メートルになってますね。赤い色の部分が出てきました。8月19日木曜日の午後5時になったところ、もう台風に発達してるんじゃないですかね。フィリピンの東の海上です。中心気圧が998ヘクトパスカル。この後徐々にですね、成長発達してくるんですが、大きさはですね、それほど大きな台風には成長してこない感じですね。この等圧線の幅が狭くなってくるのがお分かりいただけるでしょうか。中心気圧もですね、996ヘクトパスカル。金曜日の20日の金曜日に入ってるんですが、中心気圧もそれほど下げては来ないですね。まあ、987ヘクトパスカルの値を指し示していますが、それほど低い気圧にもならない形でですね、日本列島の方には北上して上がってで来ない状態で、ほとんど西北西の方角へ向かっているのがお分かりいただけるでしょうか。8月21日土曜日夜8時の時点、等圧線の幅がですね、狭くなってきました。台風の形はくっきり見えてきたんですが、中心気圧963ヘクトパスカルまで下げてきてます。フィリピンと台湾の中間地点ですね、北西の方向に上がっていって、で、今ですね、フィリピン海から南シナ海に入りました。中心気圧がですね、957ヘクトパスカルまで下げてきてますね。8月22日日曜日の夜8時の時点です。GFS モード、963ヘクトパスカル、971ヘクトパスカル前後で、どうやら中国大陸のですね、香港の方角へ、北西方向に向かって進んでいます。この後上陸するのかなというような進路を見せている中、早くもこちらをご注目ください。8月23日。午後5時の時点ですね、台風13号コンソンの卵らしき等圧線が早くも現れ始めています。中心気圧994ヘクトパスカルですね。一番先の予報、ウィンディの GFS モードは8月23日月曜日の夜11時まで進路予想を公開しているんですが、まあ、この時点でですね、ダブル台風らしき等圧線が現れているのがお分かりいただけるでしょうか。こちらの方は台風に発達するかどうかというところ、台風13号コンソンの卵らしき等圧線、熱帯低気圧ですね。そしてこちら、台風12号オーマイス、もしこれがですね、現実のものになるとするならばですね、最大風速まだ18メートル、台風の状態で中国
大陸の香港のあたりに上陸するセルの位置まで最接近しているのがお分かりいただけると思います。拡大をしますね。また台風の目の中心の位置はですね、上陸はしていませんね。ただこれね、日本列島から結構遠く離れているので、日本への直接的な影響はないと思われます。ただこの台風が原因で線状降水帯が発生するのかどうかというのはまだわからないですね。以上がウィンディの GFS モードになります。じゃあなんで日本列島の方へ上がって来ないこの進路予想図なのかということですね。これはしっかりとした理由があります。気圧に切り替えますよ。こちらです。日本列島全体をですね、大きな太平洋高気圧がバリアの役目を果たして覆っているのはお分かりいただけるでしょうか。中心気圧1026ヘクトパスカルの高気圧、もう一個1025ヘクトパスカルのこの太平洋高気圧がですね、日本列島の上空を完全に覆っています。この状態なので熱帯低気圧である台風はですね、高気圧の中に入り込んでいけないんですよね。S と S、 N と N の関係なんで反発しちゃってですね、高気圧の中には入り込んでいくことができません。この太平洋高気圧のヘリをですね、沿うようにここまで伸びてきてますから、西の方角へ進むしかないということですね。再び時刻をですね、本日の14日土曜日の午後3時に戻します。そして、今度はですね、ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとする ECMWF モードで再生をしてまいります。上に見えるのが日本列島ですね。で、ECMWF モードはね、前回の動画でもお伝えした通りですね、この GFS モードでご覧いただいたように、台風12号、オーマン氏と台風13号、コンソンの卵らしき等圧線というのが全く現れてこないんですよね。で、逆にですね、ご注目いただきたいのは、日本列島のこの東シナ海のあたりから現れるこの亜熱帯低気圧らしき等圧線ですね。こちらなんですよね。こちらが、やはり日本海を爆弾低気圧のようにですね、くっきりとした等圧線を描きながらですね、北東方向へ進んで上がっていくというようなこの進路予想を指し示しています。まあこれ結構ね、発生しないこと多いんで、台風にはならない可能性が極めて高いです。まあ爆弾低気圧はね、発生することもあるので、絶対に出ないとも言い切れないんですが、等圧線と反対と言いますかね、非常に穏やかなフィリピン海、太平洋の大海原、お分かりいただけますでしょうか。台風の卵らしき等圧線、熱帯低気圧の等圧線も全く現れてこないのが、ウィンディの ECMWF モードであります。何もないですよね。非常に穏やかです。ウィンディの ECMWF モードは8月23日月曜日の夜8時までの予報を指し示しているんですが、やはり同様ですね。気圧配置も見てみましょう。GFS モードほど強くないんですけれども、まあ、それなりに日本列島の南の海上まで、しっかりと張り出してきているのはお分かりいただけるでしょうか。見たび、時間をですね、8月14日土曜日の午後3時に戻して、今度はドイツ気象局のアイコンモードに切り替えて再生をしてまいります。アイコンモードはですね、ドイツ気象局第一ウェターディンツ DWD の気象モデルをベースとしている5日間予報なんですけれども、このアイコンモードでもですね、実は台風12号オーマイスの卵らしき弱い等圧線がですね、最終日と言いますか、予報の一番先の8月19日木曜日の午前0時の段階でですね、実は現れてくるんですね。これは前回の動画でもお伝えした通りだとは思うんですが、こちらです。中心気圧1003ヘクトパスカルのこの小さな等圧線がですね、早くもフィリピンの東の海上、フィリピン海に現れ始めているのをご確認いただけると思います。これがですね、この後発達してくると台風12号オーマイスの卵になり得る可能性が極めて高い、低圧部の等圧線であるということがお分かりいただけようかと存じます。ウィンディの GFS モードですね、こちらのですね、気象モデルのベースとなっている、この GFS、アメリカ海洋気象庁のグローバルフォーキャストシステムなんですが、こちらの進路予想を見れるのはですね、トロピカルティビットというサイトです。こちらで GFS モードのですね、台風の予想進路を見ることができます。ガーッと送っていくとですね、一番先が8月30日の午前9時までの、この、気圧配置と台風の進路予想を見ることができるんですが、ダブル台風が出ちゃってますね。ダブル台風出ちゃってます。まずですね、1個目の台風、12号、オーマイスですね。8月15日の、明日
午前9時の予報。まだ弱い等圧線しか見えてきてないんですよ。ですから、フィリピン海の東の海上ですね。このあたりは、マリアナ諸島のあたりでしょうかね。マリアナ諸島よりももっと東の海上ですね、マーシャル諸島のあたりの方が近いかもしれません。マーシャル諸島からこのように徐々に発達してきます、等圧線。7月16日の午前9時ですね。小さな等圧線が現れ始めているのがお分かりいただけるでしょうか。だいたいこのあたりで、マリアナ諸島の南の海上ですね。で、送っていきますよ。このように台風12号オーマイスがですね、日本列島に向かって北上していかずにですね、ほぼ西北西の方向へ向かって、進路を続けているのがお分かりいただけるでしょうか。こちらですね、この中央 L って書いてある945ヘクトパスカルのこの等圧線、中の色がですね、非常に濃いです。等圧線の幅が狭くて非常に濃い黒色をしているのがお分かりいただけると思います。そして、8月22日に入った時点、午後9時の段階なんですが、早くもですね、フィリピンの東の海上に新たな台風13号、コンソンの卵らしき弱い等圧線が現れ始めているのをお分かりいただけると思います。で、この段階ではですね、もう台風12号オーマイスは南シナ海に入っていますね。中心気圧948ヘクトパスカルまで下げてきています。そしてダブル台風ですね。8月23日の朝9時の段階、南シナ海の中国大陸の香港に近づきつつある台風12号オーマイスと、それから卵の状態から徐々に発達を続ける台風13号コンソンですね。そして送っていくとですね、8月の24日、8月の24日のですね、午前9時になると衰退しながら中国大陸にですね、今のですね、西側から上陸しているのがお分かりいただけるでしょうか。中心気圧995ヘクトパスカルまで下げて、ちょっと上がってますよね、衰退してるんで。995ヘクトパスカルまで中心気圧は上がってるんですが、しかしながら衰退しつつもですね、中国大陸に上陸という進路予想をたどっている台風12号オーマイス。そしてこちらをご覧ください。注目です。台風13号、コンソンらしき等圧線、中心気圧983ヘクトパスカルで、こちらもですね、フィリピンの方角へ、西の方角へ進んでいる進路予想図をご確認いただけるでしょうか。そして8月24日、25日、やっぱ台風13号コンソンもですね、台風12号オーマイスと同じような進路層をたどってますね。で、これは先ほど説明したようにですね、ウィンディーで見れるこの気圧配置図ですね、こちら特に GFS モードなんかですと、もうこのように完全に日本列島の上空まで太平洋高気圧がですね、しっかりと張り出して日本列島をガードしているので、もうこの台風はですね、全部北西の方向に進むしかなくなるんですね。東の方向へ進むか、北上、日本列島のある北側へは上がってこれないということなんですよ。送っていくと、やはり同じですね。8月27日の午後3時の時点、中心気圧956ヘクトパスカルの台風13号コンソンらしき等圧線、南シナ海に入りました。もう進む方向もですね、北西、いや、西北西かな？でももう、このあたりからもう ほとんど、前進してますね。8月27日に南シナ海に入って、つまりフィリピン、ルソン島と台湾の中間を抜けてですね、南シナ海に侵入したあたりからもうほとんど真横、つまり、真西の状態に進んでいるのがお分かりいただけるでしょうか。台風13号、コンソンですね。そして中国の海南島の北あたりをかすめてですね、これはベトナムのあたりに上陸している可能性が高いですね。一番最後、8月30日の朝9時の時点ですね。ベトナムか中国大陸の境目あたりですね、上陸せずの位置にあります。こちらが台風13号コンソンになります。
以上はトロピカルデビットの進路予想になります。ECMWF モードですね、こちらは全くですね、台風の等圧線らしきこの熱帯低気圧すらも現れてこなかったんですが、まあ、若干日本海にねちょっとありましたけれども、まあ日本海にちょっと亜熱帯低気圧らしき等圧線は現れましたが、それではこのヨーロッパ中期予報センターの気象モデルのベースになっているこのサイトをご覧ください。東アジアとインドネシア地域です。上に見えるのは日本列島の九州地方と四国地方なんですが、ご覧の通りですね、8月のですね12日の午後9時から8月22日の午後9時までの一連の気圧配置図を表しているんですけれども、やはり台風の卵らしき等圧線というのは全く出てこないです。台風速報。そして、ご注目いただきたいのはやはりこの米運ですね。ジョイント台風ワーニングセンター、合同台風警報センターなんですが、最新情報です。から8月13日の18時00ズールですから、8月14日の午前3時の時点の衛星画像ということになります。トロピカルサイクロン16ウエストのこの雲の画像が出てますね。気流の渦が確認できます。もうすでに米軍ではですね、台風12号オーマイスの発生を発行しているということになります。トロピカルサイクロン警告グラフィックですね。こちらは15回目の警告ということになるんですが、上に見える画面右、左端、左上に見えるのが沖縄県の嘉手納基地、それから奄美大島、それから南大東島ですね。上には硫黄島も見えますが、このようにほぼ西の方角へ進む進路予想をたどっているのがお分かりいただけると思います。マーシャル諸島からですね、マリアナ諸島へ向かっています。そして、19日、8月19日の00ズール、午前9時にはですね、70ノットまで、この台風12号オーマイスの勢力が拡大しているこの米軍の進路予想図をご確認いただけますでしょうか。こちらね、私ブログに書いたんですがこのような形になります。で、ですね、まあ、順々に見ていくんですが、14日から15日にかけて、ですね、まだ最大風速 15.42 メートルなので30ノットですね、熱帯低気圧なんですよ。気象庁の規定ではですね、最大風速がですね毎秒17メートル以上が台風という規定がございますので、まだ15日までは台風にも発達していません。そして16日です。8月16日の午前9時には 17.99 メートルですから、マリアナ諸島の手前あたりで台風に発達する可能性が非常に高いということです。台風12号オーマイスですね。そして8月17日の17日の午前9時には毎秒20メートルにまで発達成長している台風12号オーマイス、ちょうどマリアナ諸島のあたりですね、グアム、テニアン島があるあたりです。そして8月18日の午前9時にはですね、毎秒28メートルにまで発達している台風12号オーマイス、さらにはですね、若干観光進行方向の向きをですね、西北西に変えて、8月19日の午前9時に 35.98 メートルという、この強い勢力の台風12号オーマイスに発達している、この進路予想図を発表しているのが、米軍のジョイント台風ワーニングセンターなんですよ。ですから、こちらの動向も今後、厳しく、ですね、最新情報をチェックし続けてまいりたいと思います。台風速報。気象庁の台風情報ですね。こちらは、今現在時刻がですね、8月14日の午後3時23分26秒になったところなんですけれども、台風情報は発表していませんということです。このキャラクターがなかなかいい味出してるんですよね。個人的にはですね、なかなかお気に入りのキャラクターなんですが、なかなか読み込まないようです。ただ気象庁はまだ台風の発表もしてないし、台風の前身であるですね、熱帯低気圧の発生情報もまだ発表していません。ですから気象庁はまだ台風情報を更新していないと、まあ、更新していないというか発表していないということですね。最後にですね、海面水温も見てまいりましょう。8月9日から8月13日までの4日間の海面水温を表したものがこちらになります。で、前回の動画でもご説明申し上げた通りですね、このわずかに見えるこの島、この島々、これがですね、ハワイ諸島なんですよ。で、ハワイ諸島と、このパプアニューギニアの中間よりやや、
この直線で結んだ中間よりややですね、南西のあたり、この辺のブロックが、マーシャル諸島のある地域にあるんですが、やっぱり高いですよね。マックスの30度前後、から28度という高い海面水温を表しているので、このあたりからですね、台風12号、オーマイスの卵のある熱帯低気圧が発生しているというのが米軍の進路予想図でご確認をいただいた通りですね。こちらになります。ということでですね、まあ繰り返しになりますが、台風が発達するための5つの条件というのは、まあ海面水温が高いだけじゃダメなんですよ。まあね、一応規定では海面水温が 26.5 度以上あれば台風が発達する条件の一つだと言われているんですが、その他にもですね、対流圏下層で低気圧性過度、回転力があること、そして、上空と地上付近の風の差、延直視野が小さいこと、さらには台風の対流圏中層が湿っていること、そして最後に台風の気流の空気が乾燥していないことなどの条件があります。この5つの条件が完全に揃えば、まあおそらく台風は発達成長するのは間違いないと思うんですけど、じゃあこの条件がいくつ揃えば台風が発達するのかっていうのは、ちょっと私ね、ここら辺までちょっと詳しくわかんないんですよ。何しろ気象予報士の資格は持っていないものでですから、まあいずれにしてもこの海面水温が高いということは台風の餌である水蒸気をですね、放出して、この水蒸気が水滴に変わる時の旋熱によって台風が成長発達するエネルギー源となるので、警戒すべきこの一つの事象ということになります。ということで、当台風速報チャンネルですね、今後も台風に関する最新情報、常にですね、気象庁よりも早い最新情報でお届けしてまいります。台風の動向が心配で夜も眠らない方はですね、一つの目安になりますので、ぜひチャンネル登録の方をしていただければと思います。私からは以上です。台風速報。これは、午後9時かな？午前9時って書いちゃってますけど、ちょっと後で修正しておきます。これ午後9時ですね。16日、合ってるか。ということで、963ヘクトパスカル。まあ、太平洋高気圧はね、まあ、これ、詳しく解説する。